at the foot of a rock, and two men came from it. Here we go. Then at the foot of a rock, and a foot of a rock, and a foot of a rock, and a この日、20件が発出されました。オークションに出品されたのは、昭和60年から発行された、オークションに出品された、オークションに出品されたのは、昭和60年から発行された、オークション、営業を巡る暴行の投稿や、ゲームブサーバーの探偵を翻訳した原稿など、村上さんの自筆原稿20点で、いずれも、 村上さんに関する資料の収集を40年以上続けてきたコレクターの男性が所有しています。男性は20年ほど前に図書店で購入したということで、実質のサイン本など他のコレクションとともに昨日とオークションに出品しました。その結果、実質原稿は19点が発達され、最も高い値で150万円の値が。落札額の合計は 240万円余りになります。村上さんの実質原稿をめぐっては、今から15年前の平成18年に、村上さん自身が絶対に文章を寄せ、そして付き合いのあった編集者に手渡した複数の原稿が無断で図書店などに売られていたことを明らかにしています。オークション会社は、今回出品された原稿の多くは、 すでに亡くなっているこの編集者から入手した可能性があるとし、その上で、コレクターが購入したのは、村上さんの記事が数年前で法的な問題はなく、今回のオークションにあたっては、村上さんが連絡し、原稿を出品することを伝えたと説明しています。出品した男性は、